1>, 1コース1号艇金田大輔高枠注目を集めてという形にもなります2コース2号艇、ンドウ千秋そして3号艇石倉陽子こちらも注目ですとにかく船橋は強力さあ石倉、どうやら本番も3コースそのまま定番どおりスローということになりそうで4コース2号艇三島誠司三島、ある意味石倉マークというところにもなってくるか4コースのスロー 5コース、角市本番も4号艇山下か林1回走り、大外も1回走り6号艇、浜本雄一6コース第4レース予選競争4対2スタート点示同様の並びスリットキー今僅かに追い風で進入インコースから1番、2番、3番、5番。 4番、6番でスタートしていきました5コース角からいって4号艇の山下さあ01あたりのスリットからすーっと伸ばしていく4号艇の山下がまくってここは圧巻5コースからという形に持ち込んでいますそして2番手争いですが1号艇金田2号艇インド外は6号艇浜本内から立てタすス5号艇三島最高峰3号艇石からスタートは前提正常でした4号艇の山下がまくってトップ2番手5号艇三島先に回る1番 2番それぞれ差して1号手、金田2番手、優勢のままで3番手、2号手、インドの4・1・2ただ、5号手、三島、あまり魚選手うちには6号手、浜本、以前最高3号手、石倉です。 4号艇山下がトップで二周1マーク2番手さあ今度は内からくるっと6号艇浜本やってきますが1号艇の金田かわして3番手争いが接戦6号艇の浜本に2号艇インドウというところですが1号艇金田が2番手若干優勢ただ2番6番あまり差がなくていそう候補は少し離れて5番最後峰3番二周2マーク4号艇山下トップです2番手は2号艇のインドウ先に回って1番6番それぞれ差す展開際,際どい2番ラス若干ここも1号艇金田優勢の4位12 最終周回ですそれとここまで踏み込む予定ではなかったかもしれませんが気合いは感じる角から4号艇山下最終1マークトップ2番手また6号艇浜本先に回って1番、2番それぞれ刺すという際どい攻防ですが2番手はやはり1号艇の金田優勢で3番手はうち2号艇、インドーと6号艇浜本の攻防となりそうさあ412か416か最終タイムマーク4号艇山下かりん。 トップで最終タイムマークの旋回2番手1号艇金田大輔3番手6号艇の浜本ちょっとここは外に流れて2号艇インドを差して2番手のスさあ421に変わったか1着4番山下ゴーリン2着は2番のインドゴーリン3着1番金田ゴーリンあとは6番5番3番の順でゴーリン。